自由という言葉はものすごい束縛している言葉なんですよ。自由にしてくださいって言われて自由にできないですよね。でここでですね、日頃の、僕らよくセミナーで言うんですけど、あなたの思考癖とか思考をするパターンというのが決まってくるんですよ。自由って言われた時、自由にやれる人って、じゃあちょっとトイレ行ってこうかなって動いていく人もいるし、今どっちかっていうと何々すべきの方に入ったと思うんですね。自由か、よし、なんか今復習でもしたなっていう感じに、ちょっとなりませんでしたか。それがパッと気づきになると思うんですが、顔を自由に作ってくださいと言っても自由にできないわけですよ。はい、それが全てに共通しているので、ある種これ人生にも共通しているんです。で、普段何気なくこう自由にしてくださいと言われて自由にできてないということにも気づいてほしいんです。癖が出るんですね。それ思考癖っていうところですね。今お話しましたこの自由に過ごした考え方、捉え方の中に出ましたねって思考癖が出ました、一番最初緊張しましたよね。緊張派、緊張、ものすごく緊張する人出ます。もうそんな言われたらえってビクッてなるんです。で、揺らぎ派で、焦り派って焦り派、そんなん何してんのみたいな感じ、急に冷静に見て僕の方に冷たい視線を送る人、冷静派って言います。正解とか答えとかべきを求めてしまうということですね。で、ここで一番下に書いてるのが、自由なはずの化粧方法も自由に縛られ、なかなか殻を破れない人がほとんどなんですと。で、最初にこれをお話ししておくのはそういうことなんです。はい、メイク来ました。今日は今年習いました。明日になったらなかなかまた殻は破れないというね、せっかく来ていただいて意味がないんで、ですから僕はもう明日から少しでも変わってもらいたいんで、まずはその自分の思考癖っていうのを、今日冷静に考えていただいて、落とし込んでくださいねっていうことです。